見てルナタオリオヤマハホロラブコラボレーションひままりルナとエレクトーン神崎ポッポがね、書いてくれた書き下ろしイラストでございます。このヤマハのロゴと一緒にいるってすごいよ。ひままりルーナが語る配信でエレクトーンを演奏する楽しさ、エレクトーンを体験するとルナさんの書き下ろしのクリアファイルがゲットできます。こちらこれヤマハのねサイト、わーわーわー、すごいピンクで可愛い。まあ、今回ねインタビューだからさ、なんとかなのらやるのらだとちょっと軽い感じがしてしまったのでね、ルナさんは公式の公務の場合は真面目に取り組む姿勢でね書いております、書いていただいております。これね、イングリッシュバージョンもね、あるのでね、オーバーセイニコはこちらのイングリッシュ URL の方を見てくれると多分分かりやすい。そしてね、ルーナタン、なんかルーナタンが使ってる配信ね、機種、まあ、手軽に簡単に組み立てられるし、移動もね、できるってところでルーナタンはこちらのエレクトを選んでおります。こちら3月ね、19日発売、月刊エレクトーン、こちらでもルーナタン、おります。シャーリー・スマイリー・ストーリー、ホロライブのね、楽曲がね、なんと収録されております。楽譜がね、すごいね。びっくりなことがいっぱいありすぎだよね。ホロライブに入ってね、こうやってみんなでね、みんなにお披露目できたりね、演奏したりエレクトーンを知ってもらって、なんかこんなコラボができるようになったからね、ホロライブのおかげでもあるし、ルーナとのみんなのおかげでもある。みんなありがとうな。何着ていけばいいんや、そんなに敷居高い。そんながっつりな服装じゃなくて、もっとラフに簡単に行こう。そんな敷居高いとみんな緊張しちゃうでしょ。さらっと